こんばんは。トラナネコです。今日は、リクエストいただいた料理の動画をアップしたいと思います。冷蔵庫を見たら、キャベツがあったので、キャベツを使ったパスタを作りたいと思います。どんな感じかっていうと、よいしょ。こんな感じで、キャベツと、マッキングが、キャベツと卵とベーコンを使って冷たいパスタを作ってます。これからね、作り方説明するね。材料はこんな感じです。キャベツを4分の1に切って、それの半分使う感じで、ベーコンはトッピングに乗っかってた感じで、あと卵1個と、調味料は塩と胡椒と醤油、あとマヨネーズ使ってます。こんな感じで作っていきます。それでは、何実際作っていくね。じゃあ、動画を再生していきたいと思います。まずはね、トッピングのベーコンからね、作っていく感じ。ベーコンを短冊切りにして、パリパリベーコンだから、結構ね、早送りしてる。アルミホイルにのせて、今回はグリルを使って、ベーコン焼いてます。フライパンとか使うとね、洗い物増えて大変だから、今回ね、グリル使っちゃった。お尻が、こんな感じ。グリルなんだけど、なんだっけ、すまん。オーブントースターとかでもいいと思うよ。で、ベーコンを焼いてる間に、キャベツをね、千切りにするの。ざる用意して、ベーコンを、間違えた、キャベツを千切りにしてきまーす。頑張ってー。このキャベツの千切りは、和食の職人の関さんが YouTube に上げてる動画で、
無限キャベツって言ったっけ？その動画でやってる処理を真似してやってます。で、まず、キャベツ全部千切りにして、あとでね、いろいろやるんだけど、キャベツって火を通すと甘くなるでしょ？で、冷やすとシャキシャキになるでしょ？だからそれをうまく使ったキャベツの処理をするんだけど、言ってる間に、はい、ベーコン、カリカリベーコン、こんな感じ。ベーコンはほっといて、またキャベツを、千切り。千切りが終わったら、ザルに入れて、ね、お湯を沸かしまーす。お湯沸かしてください。お湯。さっきの、ボール、入れて、まあ、キャベツが浸かるぐらい、浸からなくてもいい感じかな。で、うちはお塩だけ。関さんは、一番だしとかにしてたけど、そこまでのあれはしてないので、うちはお塩だけ。あとついでに、パスタのお湯も、同時に沸かしてまーす。で、パスタも、このタイミングで、パーンって。ね、本当は、こう、ファーって、綺麗になる予定だったんだけど、失敗しちゃった。ね、ちょっと恥ずかしい。ね。で、パスタを茹でながら、パスタは、一回洗うから、ちょっとね、長めに茹でた方がいい。このパスタ7分なんだけど、袋の裏には、柔らかいのが好みの人は、8分茹でてくださいって書いてあった。で、この時は8分半茹でてる。水で洗って冷ますと、ちょっと戻って硬くなるから、結構長めに茹でちゃう。んで、こう、混ぜて、たまに混ぜてね。で、ここが大事。さっきのキャベツに、なんだっけ、あれ、塩水、沸騰させたの？結構ね、ブクブクって、きっちり100度になってた方がいい。温度が下がってると、ちょっと、残念な感ことになりそう。で、お湯を、にゃーって、かける。で、もう一回ひっくり返して、ザル移して、じゃあ、でも、うち結構ね、火通したいタイプなので、もう一回、最後に、もう一回、じゃあ。で、これ火通して、キャベツの甘みを出す感じ。で、甘みを出した後に、冷水で冷やして、冷やしてください。じゃあ。
氷水とかで、本当は冷ました方が、いいんだけど、うち、氷とか作ってないんか。で、水で、冷まして、で、冷ますと、こう、キャベツがシャキシャキになる。火を通して、甘くして、冷やしてシャキシャキ感を出す感じ。このキャベツの処理が大事。今回のパスタの重要ポイント。で、水切って、ぎゅーって絞って、で、キャベツの処理はこれでおしまい。したら次に、待って。卵ね。卵を卵白と卵黄に分ける。緊張しちゃって、卵がうまく割れなかった。だからこんなになっちゃった。恥ずかしい。で、卵黄と卵白に分けて、で、卵白の方は一生懸命かき混ぜる。このコストもったいないから、使っちゃう感じ。もうね、結構混ぜる。混じる。混じメレンゲ？メレンゲぐらいになればいいなぁ。一生懸命混ぜて。混ぜて。時間結構ね、余裕があって、麺が茹で上がるまで、頑張って、ほら、白くなってきたわけ。早送りしてるからね、これね。で、茹で上がったら、水で洗う。で、表面の小麦粉を落としてあげないと、冷めた時に麺がくっついちゃうから、冷麺関係は洗った方がいいよ。うどんとか、お蕎麦とか、もう全部そうだから、冷やして食べるのは洗ってね。ラーメンもね。で、できたら、麺をボウルに移して、ちょうどいい大きさの、あ、ちょっと止まる。ボウルがなかったから、ちょっと丼でね、やります。お尻が。で、さっきの卵白を入れて、で、マヨネーズを、ニュン。ちょっと少なめの方がいいかもしれない。後から足してもいいから、少なめからね。あと塩コショウをして、醤油をちょっと、隠し味な感じ。で、これを混ぜる。合わせてください。まりよく混ざらないようだったら、茹で汁をちょっとね、でもいいかもしれない。
混ぜて混ぜて。今どんどん早くでしちゃう。で、混ざったら、お皿準備して、まず麺を、一人前、手に持ってね、パクだね。で、キャベツを、さっき、お湯で、あーってやったのは4分の1だから、それの半分ぐらい、骨乗っけてる感じ。で、真ん中に、卵を、乗せるところを開けて、卵を、で、これあとね、黒胡椒、なんかカルボナーラのイメージちょっと。黒胡椒をパパパーって。ベーコン。ベーコンを最後にパパパって散らして本当はベーコン散らした後に黒胡椒する予定だったんだけど、ベーコン忘れてた。何か足りないと思った。あ、そうだ、ベーコンだってなったね。はい、できました。こんな感じ。完成でーす。ねー。美味しそうでしょ？うん。はーい。完成。わー。はい。それでは、食べていきたいと思う。思います。かみかみ。ね、卵、卵黄と、キャベツと、ベーコンと、混ぜ合わせて、ね、キャベツが、すごく甘くて、卵も、甘くて、すごく美味しいよ。終わり。動画おしまいで。はい。今回の、あ、角度から。あと、何ミリ？よいしょ。よいしょ。材料。大した料理じゃないから。材料ってほど、あ、そうだ。粉チーズとか、かけたら、美味しいかもしれないね。で、これから春だから、春キャベツとか、うん。春キャベツとか、使ったら、もっと美味しいかもしれん。いろいろやってみてね。はい。ではでは。大丈夫？よかったら、やってみてください。
じゃあ、今日の動画はここまで。よかったらチャンネル登録と Twitter フォローをお願いします。では、お疲れにゃんにゃん。バイバーイ。